こんにちは、フットアートラクのラクです。今日はこちら気のいい鯉のぼりを紹介したいと思います。商品名から分かるように鯉のぼりでございます。まあウッドアートラクなりの解釈の鯉のぼりということで、ここに吹き流しがあって、でこう青いのはこれ空をイメージしているっていうことですね。でこんな感じでゆらゆら入れて、泳いでいるっていうふうにしております。のぼりは立てておりません。うちもですね、長男男の子がおりまして、かれこれ20年ぐらい前に、おじいちゃんおばあちゃんから鯉のぼりいただいて、立てました。まあ、田舎なのでですね、立てるスペースはありましたし、私が子供の時に鯉のぼりを立てていた、竿を立てる用のこう穴が庭にまだ残っておりまして、そちらにもう男の大人の男3人か4人がかりでですね、長いのぼりを上り竿を立てて、それに鯉のぼりをあげるっていう、まあイベントとしてはまあいい思い出にはなるし楽しいんですけれども、大変です。まあね、今後どうなってくるか、まあ、ああいったものどんどん残っていってほしいっていう気持ちはありますけど、現実的にはなかなか、特に、都会のマンション等に住まれている方にとってはちょっと現実的には難しいかなっていう部分じゃないかなと思います。そこで、グッとコンパクトに、そして、モダンなデザインでちょっと楽しくなるような、ということでこういった形でデザインしてみました。先ほど言ったように、こういうついたてと、あと3匹の鯉がこう揺れる仕様になっております。でこの色の違いは、いつものごとく、着色ではなくて、こういった、色違いの木、最初からこういう色の木を使って、組み合わせて貼り付けて、作っています。で全てこの切り箱の中に、収納することができて、この台座ついたても全てですね収納することができて、さらにこういう紙箱に入ってます。こんな感じですね。ですから贈り物としてもまあバッチリですし、収納する時もですね、しまう時もこんな感じで、まあ、紙箱は多少汚れるかもしれませんけど、中の切り箱と傷がつかないような形になっております。でこの縦札、これ気のいい鯉のぼりっていう、まあ、商品名がついてるんですけども、同じデザインでこういう、お子様のお名前誕生日等を、印字したものもオプションで用意しております。よかったらこちらも、同時にお求めいただければなと思っております。ちょっとだけこのデザインのですね、ポイントを説明すると、これ目が一段下がった形になってるんですけど、これ多分こうどっちを向いても見てる人の方を黒目が向くっていう風になってると思うんですよね。はい、多分なってますかね、なってるはずです。まあそういうちょっとした工夫もしております。でこうバラにしてますので、先ほど言ったようにこう揺らして遊ぶことも飾りながらですね、親子でちょっとこう積み木的な遊びもできますし、飾り方もこういうふうに例えば重ねてみるとか、まあ、こういう変わった重ね方もできますので、まあ、楽しく遊びながら、飾っていただくということもいいんじゃないかなと思います。またこのぐらいのサイズですから、お子様がいるいないに関わらず季節のインテリアとしても、いいんじゃないかなと思っております。ぜひ、ご検討いただければと思います。詳しいことは、概要欄にありますうちのホームページの方から商品ページに入っていただきますと、細かい画像など入ってますし、収納時の画像なんかもたくさん入れてますので、そちらでご確認いただければと思います。では今日は気のいい鏡餅の、ごめんなさい気のいい鯉のぼりの、紹介でした。ご視聴ありがとうございました。